サブスチャードウツガイドのハキヤンです。今日はですね、前回の続きということで、ナチスヒトラーが1933年政権を取るまでの簡単な過程と、そして政権を取った後、一体ミュンヘンというのは何が起きたのか、そしてどういった社会だったのかというのですね、関係する建物とかでモニュメントを実際に訪れながら皆さんにね、分かりやすく解説します。前回の動画と一緒に見ていただけると分かりやすくなっていると思います。過去をね、知ることで、より未来を、見通せると僕は思っていますので、ぜひ最後まで、見ていただけると嬉しいです。前回の動画ではミュンヘン一揆に失敗したナチスヒトラーが1925年から再び活動を、再開するということなんですが、その間ドイツはですね、どんどん景気が再び良くなってくるんですね。インフラ設備も整って、人々にも娯楽施設とかスポーツの祭典とかラジオ、ダンスホールとか映画館とか、人々の、生活が豊かになっていくということで、あまり政府に対して、不満を上げる声っていうのがなかったんですよね。ということで、ナチ党自体も選挙で、あまり票を獲得することができなかったんですね。せっかくドイツの経済が復活してきたんですが、1929年にアメリカを発端とした世界恐慌で世界全体が不景気になってしまうんですね。ドイツも強く影響を受けて、1932年には失業率が 30% ほどまで上がってしまうんですよね。経済がダメになって不安定になって、政治もイデオロギーの対立が激化して不安定になっていくと、そして社会自体も不安定になっていってしまったんですよね。そういった中で台頭してきたのが、ヒトラー率いるナチ党であったと。台頭してきた原因っていうのはいくつかあるんですが、こういった失業問題とか、そういったさまざまな、問題を解決してくれる、強いリーダーシップを、求めるようになった。そして、これまで第一次世界大戦後、ドイツはベルサイユ体制っていう、ドイツに不利なさまざまな条件とか、体制が続いていたんですが、それをどうにかワイマール共和国っていうのが新しい政治方針とかを出して解決してくれるだろうというふうに思っていたんですが、なかなかそういうのが起きなかった。人々の不安とか、そういったある程度その期待をうまく利用してベルサイユ体制から抜け出そうとしたのがヒトラーだったということなんですよね。そして1933年の1月30日にヒトラー政権が発足します。それによってワイマール共和国が定めた基本的人権の尊重の停止、個人の自由の制限、ナチ党以外の政党の禁止、大統領とか、国会が承認しなくても、立法権を行使できるといった、民主主義と基本的人権の尊重の時代が終わってしまうんですよね。一方でミュンヘン、バイエルンというのはこれまで一種の独立国家のような存在だったんですが、ヒトラー政権になったことで、一行政の州に、なってしまった、格下げのような状態になったんですが、ただナチズムの、首都になっていきます。そして1933年にミュンヘンでさまざまなことが起こっていきます。今ですね、僕はミュンヘンの旧市街から少し離れたところにいるんですが、この目の前にある建物、今はバイエルの州立銀行なんですが、昔はここにビッテルスバッハ家の宮殿ビッテルスバッハパレードというのがあったんですね。ちょっと見にくいんですが、ここに模型があります。ただ、1933年に、そのナチスヒトラーが政権を取った後、このビッテルスバッハパレードという建物が秘密警察、ゲシュタポの本拠地にここはなってしまいました。通常ここは中に入れて、そういった展示が見れるんですが、ゲシュタポの秘密警察っていうのは、簡単に言ってしまうと、反ナチス運動を取り締まる機関ということで、ナチスの政権に反対する者は、容赦なく捕まえるということで、まさに、ここから人々に対して不安とか恐怖をばらまいていったと。そしてここの、トップだったのが、長官だったのが、親衛隊のトップでもあるハインリッヒ・ヒムラーだったんですね。第二次世界大戦1944年に破壊されてしまって、今は建物は残念ながらその宮殿は残っていません。こういうふうに、ターフェルだけ盤だけあります。そしてこの辺り目の前に見える地区なんですが、パルタイシアテルっていうふうに昔は呼ばれていました。
ということで、この辺りには、まあ、ナチ党に関する組織とか機関が、まあ、68もあったということで、まあ、ナチ党員の人々が、まあ、6000人ぐらいがね、働いていたということなんですよね。例えば、どういったね、機関があったかというと、ちょうど今、僕が、目の前の右、奥にね、あるこの建物26番地なんですが、ここには、まあ、クラフトドゥルフ・フロイデということで、まあ、人々に対して、まあ、クルーズ旅行とか、パッケージ旅行とか、まあ、コンサートなどをね、組織して、まあ、ドイツ人にね、対して、そういうのを提供していた組織。そして、奥の28番地っていうのは、これはアルバイツ・フロンテっていう、まあ、労働組織が、あった建物なんですよね。まあ、ここからじゃ少し見にくいんですが、奥にはそして、まあ、ナチ党の本部がありました。ここはですね、ミュンヘン郊外のダッハウという町になります。1933年3月22日、まあ、ゲシュタポ秘密警察のハインリッヒ・ヒムラーは監禁、まあ、刑務所のための施設を開設します。それが後のダッハウ収容所、ダッハウ強制労働所になります。まあ、1933年、まあ、すでに即刻5000名が逮捕されて、まあ、何の判決もなくダッハウ収容所にね、連れてこられます。まあ、このように人々はダッハウの駅から強制的に歩かされて、ダッハウ収容所のこの入り口にまで連れてこられたんですね。当初はこの奥は全て、まあ、ナチの機関の建物がありました。まあ、この収容所は後に、まあ、強制労働所となって、さまざまな捕虜とか囚人、そして多くの、ね、ユダヤ人がここで強制労働されていたということなんですが、このダッハウ収容所が、まあ、後のさまざまな収容所のモデルとなっていきます。まあ、現在はオープンというかね、閉まっています。まあ、そしてナチス政権はフォルクス・ゲマインシャフトという考えを取り入れたんですね。まあ、ドイツ人、ドイツ人種、まあ、純粋なドイツ人は世界のどの人種よりも優れている、そしてそのグループに属している人々には豊かな生活を約束するというふうに言ったんですね。まあ、約束通り、まあ、そのフォルクス・ゲマインシャフトに属している人々は様々な、ね、恩恵を受けることができました。まず失業率ですよね。1932年550万人いた失業率が34年には半分、そして35年には3分の1枚になります。そして快適な住居が手に入ることができて、そしてこれまで高くて買えなかった車というのを誰もが買えるようにということで、国民車、フォルクスワーゲンを立ち上げて車を提供、そしてその車を使って整備された高速道路、アウトバーンで家族と一緒に休暇ができるようになったということで、まあ、多くの人々が、まあ、ナチス政権は良いものだというふうに、ね、考えていたんですね。ただその一方、まあ、グライヒ・シャルトゥングという、まあ、社会と、まあ、ナチスの政治が一体化する、まあ、強制同化ということで、まあ、日々の生活において全てのナチスの思想が入り込んでくるということだったんですね。まあ、キーワードとしてベックシャーム、ツーシャーム、そしてミッドマッハンという言葉があります。この3つの言葉は一体どういう意味なんでしょうか。ここはですね、カフェルイトポルトという、まあ、100年以上の伝統を持つ、まあ、ミュンヘンでもとっても伝統があるカフェということで、多くの、ね、市民層や、まあ、芸術家が集まって新たな、ね、文化が生まれた場所でもあるんですが、まあ、ナチス政権の際にも多くの市民層はこういった天気がいい日はね、外に出て、まあ、カフェを楽しんだりしていました。ただ、まあ、その一方でちょうどこのカフェ、目と鼻の先に、まあ、先ほど、まあ、紹介したこちらがですね、ここに、まあ、ゲシュタポ、秘密警察があったんですよね。そのゲシュタポのところで、まあ、多くのユダヤ人などが、まあ、拷問されてダッハウの、ね、収容所に輸送されていくっていうのをね、ミュンヘンの人々は、まあ、知っていながらも、まあ、キーワードにあるように
まあ、ベック・シャーウェン、まあ、ツー・シャーウェンということで、まあ、見て見ぬふりをしていた、そして傍観していたっていう、まあ、事実が、ね、あります。まあ、ここにはそういったユダヤ人の人々を、まあ、弔う慰霊碑も、ね、ここに設置されています。ここはですね、将軍堂になります。まあ、これまでの、ね、ナチスの歴史に関する動画で何度か、ね、登場してきた場所にもなります。まあ、第一次世界大戦の、まあ、開戦の、ね、宣言をヒトラーが聞いた場所でもありますし、そして1923年にミュンヘン一揆で失敗して、まあ、彼ヒトラーの同胞が死んだ場所でもあります。ということで1933年ナチス政権になってからここは、まあ、聖地の一つになったんですね。まあ、戦車を弔うモニュメントと、そしてエービゲ・バッフェという兵士がここに常駐していたんですね。そしてミュンヘンの市民は、まあ、自転車もしくは、ね、徒歩でここを通るときに必ず、まあ、ヒトラーへの敬意するポーズを、ね、取らなければなりませんでした。まあ、ヒトラーグルースというポーズなんですが、ということで、まあ、そのキーワードでもある、まあ、ミッドマン一緒にするということなんですが、ただね、もちろん、まあ、ナチス政権に、ね、反対する人々もいました。まあ、そういうふうに、まあ、じゃあどうやってね、そのヒトラー・グルースっていうね、まあ、敬礼をしないで回避して通ることができるかっていう一つの、ね、解決策があります。それがこのビスカルディ合戦っていう小道になるんですね。まあ、この道を、まあ、通って行くことであちら側にね行くことができたと言われています。まあ、先ほど今あのビスカルディ合戦というふうにね言われていたんですが、まあ、当時は基本的には多くの市民が、まあ、そういった義務を守っていたので、ここを使うものは回避する卑怯者ということで、ドゥルックベルガー合戦、卑怯者通りというふうにねここは呼ばれていました。もちろんね、ナチス政権に反対する人々もいたことは間違いありません。まあ、それはね、また別の動画でですね、ご案内しようと思います。まあ、今度は逆にフォルクス・ゲマインシャフトに属していない人々、まあ、主にユダヤ人の人々の生活がどうなったかというと、政権発足後、すぐに2ヶ月後なんですが、ユーデンボイコットという運動が始まります。まあ、ユダヤ人のお店で買い物をすること、ユダヤ人の弁護士に相談すること、ユダヤ人のお医者さんに見てもらうことが禁止になったんですね。ユダヤ人のお店の前には、まあ、ドイツのナチスの兵隊が監視をしていて、ドイツ人の中に、ね、入って買い物が、ね、などができないようにしたんですね。もしそういった規則を破ってしまうと、ドイツ人の人でもそのフォルクスゲマンシャフトから外れてしまう風になったんですよね。そしてさらにアリゼイングというユダヤ人の人々が経営するお店などを強制的にドイツ人の人々に受け渡すような厳しい措置が日ごとに始まっていきます。ミュンヘンの、ね、旧市街の中にあるちょうど今目の前に見える大きな、ね、建物、これヒルマーという、まあ、ミュンヘンの人が誰でも知っている紳士服を主に売っているデパートなんですよね。ただもともとはここに1914年に、まあ、ユダヤ人のバンベルガ・アンテヘルツさんという方が、まあ、紳士服と男の子を服を売る、まあ、デパートを全国に、ね、経営していて、そこの、まあ、一支店がこのミュンヘンにあったんですよね。ただその1934年以降のアリゼイルングというですね措置によって、まあ、強制的に、まあ、このバンベルガー&ヘルツさんのお店系が売られてしまった。でそれを引き継いだのがそこで働いていたヒルマーさんという、まあ、部長の人だったんですよね。まあ、現在でもその3代目のヒルマー一家がこのお店を、ね、経営しているということで、まあ、戦後はね、まあ、ちゃんと賠償金が渡されたということなんですが、これは本当ね、ただの一例に過ぎません。こういった、まあ、強制的に、まあ、排除されたり、まあ、自分のお店をね売却しないといけないということがミュンヘンでは、まあ、600店舗ぐらいねあったというふうに記録があります。
まあ、あの写真もね残っているんですが、アリディリングされる時のちょうどこの辺りだと思います。まあ、人々のね、まあ、表情を見ていると、まあ、悲しいというよりかドイツ人の人はなんとなくね喜んでいる姿をね見て取れます。まあ、そして1935年ナチスヒトラーはミュンヘンをハウプシュタッタ・ベベーグ運動の中心地として名付けました。まあ、それ以降ミュンヘンの街の景観も徐々に変わってきます。次回は1935年以降のミュンヘンの様子を見ていきます。